お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、認証チャレンジの、おすすめデッキを、リプレイ付きで、結構、細かくね、ちょっと解説していければいいなと思いますなんで、20勝チャレンジ無事、クリアできました。先日ね、生放送を見てくれた方は分かると思うんですけど、その生放送中に、なんとかね、最後3回目ですね、僕は3回目で、なんとかギリギリ、クリアしたっていうわけで、やっていこうと思うんですけど、とりあえずリプレイを見るんですけど、今日ちょっとね、光栄気持ち光栄で喋ってるんですけど、理由としてはそのライキさんちに泊まらせていただいて、その動画をねちょっとみんな疲れてたんで、その早く寝ようってなって、みんな寝ちゃったんですよね。でも、20勝のこの増したっていう動画をやっぱ出したかったんで、そのね、どんなデッキがいいとかどういう立ち回りがいいとかっていうのをやっぱ紹介したかったんで、みんなが寝て今夜ですね寝静まった頃に動画撮ってるんで、ちょっと起こさないようにっていうわけで午後になっちゃってるんですけども、そこは、ご了承くださいというわけで、じゃあまず初めに僕が使ったデッキなんですけど、こちらのラバクローンですね。ラバクローンのランバ型で今横にポイッ、こちらに画像が出てると思うんですけど、この画像がなんか海外のそのなんかボットみたいな、とりあえずなんかのそのアカウントで発表されたやつなんですけど、多分20勝チャレンジ1日目の勝率ですね。勝率20勝チャレンジの勝率でとですね、このラバクローン、1位が 80% でラバークローンのバーバリアン型で、2がこのラバクローン型で、もうこの圧倒的トップ2の、勝率、多分勝率なんですよね。で、誇ってるっていうわけで、やっぱ一番おすすめですね。僕も今回この結構大人気なんか、勝率ですね。なんで一気に勝ててるんで、しかも結構勝ちやすかったですね。なんで、こちらをすぐおすすめしますし、リプレイをこれから見ていこうと思うんですけど、まず一応3位、4位に、ちょっと多かったテスラクロスと、ロイジェイの、ライトリングだ。入ってるやつなんですけど、今日はこちらのリプレイが、20勝したやつのリプレイが残ってるんでね、こちらを見ていただければいいかなと思いますというわけで、バーバリアンの方がなんか高いんですけど、僕はランバー型ですね。とかランバーの方も結構なんか火力が出て一気に持ってくるんで、すごい使いやすかったですね。で、ここで僕は20勝1敗でクリアできましたね。20勝1敗で、ここで1個目のチャレンジ終わって、ここですね。20勝1敗なんですけど、ここで1勝1敗になっちゃったんですね。1勝で1敗ついて、あとそこからその19連勝したっていう形なんですけど、いろいろ当たったんですけど、最後の3戦でいいかな。枯渇と、あとは、これメガナイト、ロリ、これ、ラムライダー、あとゴレっていう、結構多かったデッキですね、どれも。見ていきたいと思います。というわけで、枯渇ですね。で、枯渇なんですけど、正直、めちゃくちゃ辛いっす。めちゃくちゃ辛いけど、この相手が、その、吹き矢がなかったらすごいでかいですね。吹き矢プリンセスの、アウトロー型の、枯渇だと多分、ほぼ、というか、100勝てないって言ってもいいまでありますね。なんですけども、相手がアイスピだったんで、すごい助かりましたね。あと、アウトローがないっていうので。で、ここの、土回りとしては、相手がインフェ枯渇なんで、このインフェを突破するっていうことは結構意外と難しくて、ラバー溶かされてしまうんですけど、相手はロケットなんで、このホバリングがね、やっぱいけるんですよね。なんで、基本的にホバリングを、その、クローンしていきたい。ホバリングと、プラスラバーとか、ホバリングプラス、何かを、メインにクローンしていけば、ホバリング相手は処理ができなくて、結構、手こずって、なかなかきつくなるっていうのがありますね。なんで、ここで多分クローンするかな？しない？ああ、しますね。で、ここで、これの時点で大体きついですね。で、アイスピでなんとか頑張るんですけども、ここのホバリングが刺さるっていうやつで、結構ホバリング、枯渇、インフェ枯渇に対しては、ホバリングを絶対クローンするぞ、クローンするぞってやっていけば、立ち回れるかなと思います。で、あとはもう、雪玉なんで、相手のバレルのダメージが入ってしまうのは、しょうがないですね。なんで、スキップで守ったり、コウモリで守ったり、さっきみたいに、ラバーで形作ってホバリングで許容して、そのまま形を作るっていうのは大事ですね。なんでホバリングをすごい出す位置とか
出すタイミングっていうのは大事なんですけど、このラバーの後ろにホバリングつくだけで本当に勝ちまであるんですよ。なんでそのラバー右サイドに多分この後出すと思うんですけど、出した後に相手がやっぱり左サイド攻めてくるんですよね、まあ、この後でも分かると思うんですけど、ここですね。でここでこのホバリングとかを左側に出しちゃいけないですね。ここは、まあ、僕も捨てたんですけど、ここの捨てすぎたら金庫折れるんで、ここのホバですね、ここで右側に出すことによって左側のこのキング落とされるっていうのを防衛できる、かつこのままラバの後ろにホバリングがつくんですよね。なんで、まあ、防衛しつつそのまま攻めにも行かせれるっていうので、まあ、こういうそのラバの後ろ、まあ、ラバの横、まあ、ちゃんと攻めにも使える位置にホバリング出してあげるっていうのは大事ですね。守れるかつ攻めにつながるホバリングの位置にはまあすごい気をつけた方がいいですね。で、まあ、この時点で相手が勝つとしたらもうほぼサンクラを折るしかないっていう、まあ、なんで、まあ、サンクラ来るっていうのが分かったんで、ここでしっかりランバでターゲット外して、よいしょ、まあ、スケブで守ってあげる。で、まあ、ここはもう勝ち確ですね。で、まあ、ここはもう最後ラバとか出してクローンもして終わりかなと思います。はい。で、まあ、このままサンクラフィニッシュといった形ですね。なんで、まあ、コカツに対しては基本的にコカツの配分は多分全くないから、ほぼない。で、クローンを、まあ、ホバリングに当てるっていうのはすごい大事です。はい。というわけで、今2戦目ですね。よいしょ。で、2戦目のこれは、ラムライダーですね。ラムなんですけど、メガナイトラムとペッカラムが結構います。結構いるんで、これに勝てないと20勝をクリアするっていうのは、まあ、なかなか難しくなるんじゃないかなと思います。なんですけど、まあ、立ち回りを覚えれば、まあ、全然余裕ですね。はい。というわけで、ですね、まずは、まあ、その、形を作るためにもラバーが手札に来ないといけないんで、まあ、他の2コースとかをうまく使って、まあ、カード回しですね。で、まあ、ここは防衛でスケーブ出したっていうわけで、よいしょ。で、これは、もうこの時点で、相手のデッキは、まあ、まだわからないかつ、ワンチャン逆サイ攻められるんで、ラバー展開してないですね。よいしょ。で、ここでしっかり守ります。しっかり守り、一発なら、まあ、許容していいですね。で、ここは、まあ、守ったユニットで相手は、リクス咲いてくれる、美味しい。で、ここも、この有能防衛しますね。よいしょ。はい。で、ここで、どうしたんかな。ここで多分、もしかしたら、ラは出しますね。多分、ラス、まあ、有能咲いたんで、ラは出した後に有能で攻めれない。で、ラは咲いた瞬間に、そう、ラムとか来てもスケブがあるんで別に怖くないなと思ったんですよ。で、今逆サイメガナイトがもし来ていたら、この左側ゾーンの真ん中ですね、真ん中の左側にホバリング出してあげれば、まあ、メガナイトのワンチャンジャンプとか受けちゃうかもしれないんですけど、まあ、そのダメージを受けてメガナイト処理した後にラバの後ろ側にねホバリングがついていくんで、まあ、そのホバリングは絶対ラバの後ろに行くような位置に出してあげるっていうのが大事ですね。はい。でも、まあ、メガナイトとか出してこなかったんで、まあまあ、といった形で。と、まあ、そうですね。で、あとは、どうだろう。まあ、このフォームにも正直いらないんですけど、ラバ展開したかったんで、回しかつダメージしていくフォームですね。で、またラバ展開ですね。で、ここの方、受けるかな。から受けて、雪玉でノックバックで多分完封かな。一発入るか。で、こういうのですね。こういうのをホバリングで、この位置ですね。ああ、まあ今、ちょうど処理できたんであれですけど、残ってたら、この幅で、まあ、処理できるかつ、カウンターにつながるっていうので、まあやっぱこの位置が大事ですね。このホバリングがめちゃくちゃ活躍するんですよね。よいしょ。ポイズン打たれても、結局活躍するんで、何発か攻撃して。なんで、まあこんな感じで攻めていきます。で、あとは、シンプルにラバがターゲット取ってる時の、あれですね。そのランバーがめちゃくちゃ強いんですよ。なんで、ランバーはまあ守りでも使うんですけど、意外と攻めで使いたいですね。で、ラバービビドラの、じゃラバーホバリングとかの、あるところにランバー出したりとか、してあげると、まあ、めちゃくちゃ入りますね。その、ラバーが弾けた瞬間に、ランバーにターゲットが行くんで、パピーが生きるのもありますし、しかもその後ランバーが破裂して、レイジが出て、まあ、そのレイジパピーでね、相手の空軍とか処理できたりっていうのもあるんで、でこの相手への、まあ、ラムとかへの立ち回りは、このペッカラムもですね、最近めちゃくちゃ多いんですけど、今回のチャレンジで。相手がペッカラムだとしても同じですね。同じです。
ラバー出した瞬間に相手がまあ工場出してきたら、まあ、スキブあればスキブで守ればいいですし、なければちゃんとラバーの後ろに行くような位置にホバリング出します。で、まあ、多少ダメージ受けていいんですよね。まあ、結構受けちゃうかもしれないですけど、その代わりこっちがしっかり攻撃の形を作ってクローンするとかランバー付け出すとかすると相手は結構きついなと思います。はい、よいしょ。というわけで、まあ、最後のバトルになるんですけど、なんで結構ラバーホバリングとか形できてたらランバー追加してクローンとかでも全然もうそれでワンパンとかもありますからね。はい、というわけで、まあ、最後の相手なんですけど、でここのその初手がですねきつかったっていうので、まあ、ロリババとコウモリ雪玉でなかったんですよ。でラバーもなかったんで、まあ、何も避けないんですよね。ちょっとこの4コス3コスってなっちゃうんで、クローンを捨てるってなると結構なんか痛いで、4コスだからもなんだったんで結構待ったんですよね。で待って相手が動いてくれたんで、まあ、ほぼでしたね。でもし相手が動いてきてなかったら、動いてきてなくても僕はもうそれは多分ホバーを出してましてね。まあそのやっぱラバーを持ってないと、なんだろう、攻めたい時に攻めれないというかなかなかきついんで、でここはもう相手がメガ抑えてたんで、ただの3アートの形でラバーホバリング形作れたんで、まあ、さっさクローンしてきますね。さっさクローンしておくと、もうラバーホバリングだけでクローンしておけば正直相手めちゃくちゃきついんですよね。でそこでポイズン使わないといけないみたいになって、その後のベビドラとかも行きますし、コウモリとかもすぐ雪玉打ってくれたりもあるんでね。なんで結構ラバホバとか、まあ、ラバホバコウモリとかにもうすぐパッてクローンすれば結構相手はそれだけ焦ったりするんでね。こんな感じですぐ折れたりもするんで、なんでまあラバの後ろの方が最強です。なんでホバリングしか言ってないわずっとホバリングのこと言ってますね。マジでここは多分守りますね。でもこのプリンスだけで落とされるのは痛かったんで、まあ、守りながらワンチャンカウンターにつなげれたらいいなっていう感じではありますね。よいしょ。で、ここの相手のメガゴは正直美味しいですね。ホバリングが殴ってるんで、このメガゴ無視でいいし、ベビドラもコウモリだけでいいなと思ったんですけど、相手はここで攻めてきますね。で、ここは僕はもう守りに出ましたね。そう。970ってなかなか削れないじゃないですか。スペルで削るのもなんだし、なんかゴレ出すのもなんか、ゴレだ、900削るのにゴレ出すのもなってなるんで、まあ、こう守ってあげることによって、相手はね、やっぱ逆サイドを攻めないといけないんで。で、僕はもうこの間に、じゃあ右側行かしてもらいますって形で、今言ってベビドラ裂きました。ライトニングも打ちました。っていうことは、メガゴも裂きました。ホバリングもそうです。なんでここで、よいしょ、もうコストあったんでね、追加して一気に行きます。なんかそんな刺さってない。実はそんな刺さってないですけど、まあでもこれで相手は絶対残り16秒でライトニングを175の球に打たないといけないんで、まあ絶対通りますね。よいしょ。でもうどんどん攻めてあげて、しかも相手はライトニングももう打てない。でまあ最後もこのままね、よいしょ、ゴリゴリでクロム打ってあげたらもうフィニッシュした感じですね。なんかなんで意外とこれ20勝目です。なんか20勝目なのにそんなにあっさりしてるのっていうのはよくありますね。なんか本当にラバホマにクローンかけたりしてあげるだけで結構一瞬で終わるんでね。はい、よければ、こちらはまあラブクロー、まあ、ランバーのレベルが足りないなって方は、まあぜひバーバリアン型で試してみてください。まあ僕はランバー型でやったんで、まあ、こちらの方が結構攻めでね、ランバー使えたんで、僕はすごい使いやすかったですね。まあバーバリアンも防衛すごい硬いんで、いいと思います。なんで、ぜひぜひ、なんかラバクロー使ったことないけどどうしようって方も、結構そのホバリングを絶対ラバの後ろに出すっていうのを意識してあげると、防衛ホバですね、防衛ホバでちゃんとラバの後ろでランバー、攻めランバーっていうのを意識するだけで結構勝てると思うんで、はい、皆さんよければぜひこれ使ってみてください。というわけで今回もこんな感じで終わりにしたいと思います。でまた20勝チャレを多分上出来でやりクリアしたいと思うんで、まあそちらのね動画も出せたらいいかなと思います。というわけで終わりにしたいと思います。ではお疲れ様でした。